みこんにちは。今回はね、カップラーメン中のチリトーマス、トーマトヌードルということで、これを紹介されたもの、研究してくださった方がいましてね。で、まあ、食べてみたわけなんですけども、いかがでしょうかということでね、食べてみますね。で、チリトマトっても結構いいですね。で、こちらのこうトマトの味と、でこの麺の味が。柔らかくて、でこう、歯ごたえもいいし、なんとも言えないね、美味しさが。結構トマトのやつも合うな、これな。これからね、夏にはぴったりで、さっぱりとしていて、なかなかのね、いい味わいだなと思いますね。で、なかなかの、チリトマトの、ちょっとこれ食べると辛いんだよね。じわじわとこう辛さがやってくるって感じなんですけど、そこがまたいいところで、でこのじわじわとくる辛さはあるものの、トマトの味わい深さ、そしてコーンの、コーンがまたこれがまた効いていていいんですね。で、こう食べると辛いんだけども、その辛さもものすごい辛いってわけじゃなくて、まあ徐々に辛くなっていくって感じ。それでいてスパイスが効いてて、このトマトのさっぱりとした味わい、これいいね。夏バテとかね、私なんかにはもってのこいだね。私はちょっと貧血とかがあるからね、夏バテとかそういったものにはもってこいだなと思って、なかなかいい味わいで、これはこれで結構いける味だなと思いましたね。というわけでどうもありがとうございました。